皆さんおはようございます。10月26日、水曜日になりました。今広島気温はですね、この室温ですけど15度、湿度が 40% というふうになっております。今日はですね、私午前10時から、この東区の尾長学区という、この地区ですが、尾長学区で、一つの町内なくてですね、たくさんの町内がこの界隈集まっておられて、約107名言われたんですけど、その方を前に、話をしてくださいと、言われました。ということで今日10時からですね、話を行うんですが、実は私の前にですね、10分間ほど話をされる方が広島県警の方で、これは高齢者の皆さん詐欺にご注意という話をですね、なんかされるらしいんですが、その後にですね、詐欺に注意してください言った後に私が出てって話したら、これ本物の詐欺師が出てきたんかの言うて、思われるんじゃなかろうか言うて、内心まあドキドキ言うのもあるんです。そして昨日ですね、まあそのちょっと事前に役員の方が準備をされとって、ちょっと私が今日皆さんに見ていただきたい、配布する、うちが今回出版いうかですね、50周年を記念して出した人の死を縁としてという、本をですね、小冊子の方を持って行かせてもらいました。たくさんの役員の方がですね、手際よく本とあっという間に30分もかからんように会場作りをされて、それ見た時に、うわこんなに人やっぱり来てんですね、ような、大きな会場なんですね。ちょうど広島の東区役所ってありますが、その隣にあるんですけど、本当大きい会場で、まあ、びっくりしました。本当たくさんの方がですね来られて、会長さんの方からも事前にもう言われとるんが、あんまり人が死ぬじゃ、葬式じゃ、いう締めっぽい話ばっかりじゃのうて、あんたの個性生かして広島弁丸出してええんじゃけん、おいじゃけんもうとにかくみんながねほっこりするような話をしてくれ言われたら、余計これがまたプレッシャーになりまして、これはどういうふうに話したらええんじゃろうって、もう昨日からちょっと寝れんようになってですね、思いついちゃ紙に書いて、思いついちゃ紙に書いて、これをですね、事前配布から3ヶ月も前から言われとるのに、やっと昨日になって尻ついて、今日、まあ、メモ紙にですね、ダダッと話の組み立てのをさっき書いたところです。それで、まあ、10時から、10時、約40分間、時間厳守でやってよと。普通じゃったらね、20分ぐらいで終わるんじゃが、あんた話し出したら止まらへんなるけん。おじゃけんね、40分取ったんじゃけんね、言うて、まあ、言うてもらいました。おかげで多くの方がこういうふうに支えていただいてですね、改めて、我々のは、生きておるんだなという、実感を感じました。本当は女性会の会長がですね、もう会長がですね言っちゃいけんですが、会長さんがですね、ほんまにあんた機会があったらあんた引っ張り出すけんね言うて、こういうふうにですねチャンスを与えていただいて、本来であれば我々の方がお願いってこういう話をしたいんでやらせてもらえませんかと、言うてもですね、葬式の話うーん言うてから、こういう時代も確かにありました。しかしながら、あんた来てや来てや言うてこう言うて言うてもらえる、ほんまにありがたいのと思っております。今日は高齢者ふれあい祭りということでですね、その中で、私が呼ばれて今から話をしますという、まあいろいろ自分の人生の経験の中、この著書のタイトルにもしましたが、人の死を縁としてということでですね、皆さんには暗いイメージにならないように、そしてああよかったのと、この葬儀屋の話を聞いとってよかったのというふうに思ってもらえるような話をしてまいろうと思います。この動画が、発信された時はもうすでに終わっとるんですけども、また、このことについては後日改めて報告をさせていただきたいと思います。それではどうも失礼します。